ーーリリはフラランスのパリにああるるアートギャラリーである1999年秋からこの秋ビルはアーティスト集団 k g ビーセルを中心とする10代から69代まで約30名のアーティスト集団によって不法占拠されていたが2006年に130年ぶりに左派勢力がパリ市長の座を奪還アーティストの保護を公約に掲げた 新市長が空きビルの所有者から460万ユーロで買い取り、以降合法化された。会場は、パーティー、展示会、パフォーマンスで知られるようになった。2011年のリボリ通り59番地リボリ通り59番地の建物は、以前はクレディ・リヨンネ銀行の支店であった。アーティストが6階建ての空きビルを引き継ぎ、アートの展示やパーティーの開催を開始するまで、 15年間放棄されていた。建物は1800年代半ばのジョルジオスマンのパリ改造による都市再開発と成長の時代のものである。建物の真ん中にある6つの螺旋階段は6階まで続き壁と床は鮮やかな色の壁画に囲まれている。ガスパール・ドラノエを含むアーティストのグループは15年間放棄されていたクレディエ・リオンネ銀行の旧支店の建物を 不法選挙した。パリ議会は当初、アーティストを追放することを計画していましたが、メディアの積極的な注目を集めるようになり退去した。59リボリが数年間に割り不法選挙された後、パリ市は不法選挙者たちの退去を検討した。市当局は2001年に年間4万人以上が59リボリを訪れていることを留意した。これは、 市内で3番目に見学者の多い現代美術の中心、または博物館ということになる。パリ市長当局はアートスタジオや観光のための合法的なスペースに一新するために建物を正規の手続きで購入した。59リボリはパリ市当局による初めての法的に有効な施設への転用であったが、こうしたプロジェクトは2006年から継続されている。 2009年から2009年の間に建物は改装され30のアーティストスタジオが再びオープンした。2019年の時点で現代アートギャラリーには年間7万人の訪問者がある。アーティストは絵画、彫刻、エレクトロニックアートなど様々なメディアの作品を展示、販売している。パリのアーティストコミュニティでは正式に設立されたアートギャラリーが そこで働くアーティストにもっと多くの機会を提供するのか、それとも芸術的プロセスを阻害するのかについて議論がある。パリのその他のアーティストたちによる空きビルの不法選挙にはレフリ語がある。ありがとうございます。